マンチェスターユナイテッドが78億円で久保建英を強奪へ WWW。サッカーのイングランドプレミアリーグ、マンチェスターユナイテッドが日本代表 MF 久保建英の獲得を熱望しているという。英志田さんの一報を受け、スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。イングランドではおよそ5000万ユーロ、約78億3000万円で移籍合意に達すると見ており、アントニーのレンタル放出、または交換要員としてレアルソシエダードに出す可能性もあるという。まあ、ユーに言ったら腐るぞ。ただのステップダウンで草。ユナサポからしたら喉から手が出るほど欲しいんだろうけど、久保的にはソシエダの方が良い。ユナイテッドがこんな扱いされるなんて9年前は思わなかったな。逆にユナイテッドを復活させたら歴史に名を残すレジェンドになれる。ユナイテッド行きがステップダウンと呼ばれるのに時代を感じる。久保はずっとスペインにいた方がいい。久保本人もリーバイバイ眼中にないと思うけど、ユナイテッドを救う久保も見てみたい。今でもファーガソン監督がやってるならありだったな。ソシエダが78億円で出すとは思えないね。ユナイテッドはアーセナル見習いって守備陣から補強するべき。プレイヤーならサラーの後玉一応よな。CL グループ C 通過チームからグループ B チームへの移籍は草。ユナイテッドに来たら選手全員にデバフかかるのなんでなん、WWW。記事ですら断ってるのに、ユナイテッドなんかに行かないでしょ。ユナイテッドは選手の墓場だからな。